はい、こんにちは。佐々木徹です。本日は10月の24日ですね。えー、本日もうちの黒いことをお送りをしたいと思いますけれども、はい、最近、あの、ビットコインの動画にですね、うちの子はあの出るとすぐ逃げるという癖がありますので、あの、多分すぐ逃げると思いますので、はい、しばらくちょっと一緒にやっていきましょう。はい、来週のビットコインは上がりますか、下がりますか、だけやっときよ。はい、来週のビットコインは上がり、先週ね、ちょっとわかんなかったんで、はい、やっていきましょう。来週、来週のビットコインは上がりますか、下がりますか、左上がる、右下がる。はい。 はい、上がる方。ああ、上がる方ね。はい。OK です。上がる方いただきました。めでたいですね。はい。ということで、来週のビットコインは上がるということだったので、はい。えー、今日はですね、はい。ありがとうございました。で、え、ワールド脇にも行かないので、 ちょっとね、ビットコインの方だけ軽く見ておきましょう。えあと、こちらの動画の方は、あの自分の方が作っているこちらのね、クリプト通信という週に1回発行している動画の後期があるんですけれども、そちらの方の公開のイントロダクションということで、作成をしております。あとはですね、あの投資の最終的なご判断、売った方につきましてはですね、それぞれ皆様のご判断でお願いします。あのくれぐれもこの動画見てからね、あの売ったとか買ったとかっていうのは、お断りをいただければというふうに思います。はい、ディスクレーマーでございました。 まあ、ビットコインの方は動かないですねもう止まってしまって前回ですね動画の方を作って、えー、まあ狭いレンジの中に入っているのでここからどうのこうのというよりもまあここに来ればこうぐらいしかもうないよねっていうことであるとかあとは あの前回動画作った時はちょうど CBOE の現月の直前だったんですけれども、まあ,あ、こういった大きな動きっていうのがもう一回やらかされているので、特にあんまり動きがないまま終わるかもしれないですねっていうことで、そのままゴールインをしたというところでした。はい。で、その後ですね、ずっとこう動きが続いているっていうことですね。はい。 でえーっとまあ、いくつかあの値動きのヒントはあるんですけれども、一応その、ポジション動向から見た場合の値段の水準というのはちょっとずつ切り上がってきたてはいますよね。はい、だい大体い、えーまあ、感覚的というか数字で見ると大体いい300ドルから400ドルぐらいかな、ぐらいはちょっとそこが切り上がってはきたのかなというところはあります。 と、はい、いうようなところですね。とは言っても、まあ、はっきり言って、この動きなんでね、何もできないですよね。あのボットとか使ってる人は全然別ですよあの。ボットとか使ってる人は別ですけれども、はい、あのいわゆる裁量で、えまあ、自分みたいにスイングでやっていこうというふうな人間の場合は、ちょっと今はもう何もすることがないので、指し根だけ置いてみたいな、ね、ところにはなってますけれども。はい 1えと一個ね、気になるのは、ま,あまあもなく CME の方の最終取引日が迫っているので、今日、明日ぐらいで、ひょっとしたら何か起こるかも、かもね、かもしれないですけどね、はい、っていうところですね。ですので、今はあもう、ちょっと、レンジがもう固まってるんで、その下に来れば買うし、その上に来れば 利すするるししといいいうこでで動いてらっしゃる方が多いですよねでさらに今はそのレンジがちょっとキュッと縮まり始めてるんであの非常に何て言うんですかね、まあ、ブレイクアウトを狙ってトレンドに乗っていこうっていうやり方は今はちょっと機能しない状態ですよね。はい、なのでレンジの中でどういうふうにやるかっていう。 ところかもしれません、まあ、ビットコインに関しては自分は今からは上昇するっていうふうな立場を取っている人間でその前提で考えてはいますけれどもその理由としてはですね直近出てきているニュースいろいろありますよねあのバックトの方で、えー、ICE の方が12月かなあ現物を伴う取引が解消しあの先物が解消するということがありましたこれ結構でかい話なんですよあのゴールドとかでも結局フューチャー先物市場が始まった時っていうのはもう現物ありきで 始まっているんで現物を持っている人がまあじゃあそれを期日までに納めるっていうのを前提にして先に売っておいてリスクをヘッジするであったりとか将来の今だったらまあ10月ですけれども来年の2月に例えば原油がこれだけ必要だから今のうちに手当てしておくためにその先物市場を使うであるとかそういったような現物を伴うことがあって初めてねあのいわゆるま,ま,ともまともなというかあの初めて本来の先物の形になるので現状 だとそういったのがこれまでなかったんですよね、はい、なので、いわゆるフォワード取引というか、その将来の,あのとある期日に持ってビットコインを受け渡しするという市場が、まあ、まだあの許認可が、ね、CFTC の方待ちですけれどもえ、出ればこれは非常に大きなステップになるかと思いますし、取引の厚みもあるあの大きくなりますし、透明性もぐんと、ね、上がるというふうになるということで、まあ、自分はポジティブでいるということと、ただ、そういったニュースに今、マーケットが反応してないんですよ。 えー、ビットコインの、要は ETF っていうのが、通るっていう噂だけで、えー、値段が一回ですね、えー、吹っ飛んでたことっていうのがありましてですね、それが6月の30ぐらいか、ですよね、はい、ですね、えー、これもちょっと現月が絡んでましたけれども、はい、そこから値段の方が吹き上がっていって、 8000、で何がしかまで8400くらいかまで上昇して戻ってきたと、でこの時なんてひどいですよ、ETF あの採用になるとかっていうようなちゃんとした情報というのは一切出てないですからね、でそのタイミングっていうのは要はその関係筋が ETF は今回は確実に通るんじゃないかという元 SEC に勤めていた関係筋からの情報だみたいなニュースだけで値段のほうがスカイロケットしてしまったっていう状態があって、でそういう時っていうのはその、そこで買ってる人たちっていうのは、要はあの将来 ネザを狙って,いる人っていうのがほとんどということになるのでその人たちの開局っていうのは将来的な売り圧力になりますよね。えということで、まあ、結局のところ言ってこいで終わってしまったっていうのが前回。で今回はそういったバクトのニュースであったりとかですねあのまあいくつかポジティブなニュースが出てますけれども皆さんもご存知の通り。 えそういったのに、ほとんどマーケットは反応してません。反応しないっていうことは、いわゆるそういった値段で先に乗っていって、後で売ってやろうっていう風なポジションっていうのが、ちょっと減ってきたってことですよね。はい。っていう、こういう、こういうのは悪くはないです。はい。こう,いうのは いわゆる世の中の人っていうのはもうビットコインを忘れたとお。ニュースでもビットコインの話はしても視聴率が取れないからもうやらないと。ツイッターとかでも出してもほとんど今、あのー、反応っていうのが落ちてきてるような状態ですしで、やっぱりそういうタイミングって何かあるんですよ。そういうタイミングで人が忘れた頃っていうのは、 実はスマートな人は何か仕込んでるっていうようなところがあったりするのでねまあまあなのでそれが今かどうかと言われれば分かりませんしおそらくカーンと上がるっていうのはないでしょうねまあじわ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 上がっていってなんか地味な動きの割にまああんまり落ちてこないよねみたいな気がついたら7000ドルいってたとかねそういったのがじわ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 続いてっていうようなところがまあそらくビットコインの動きになるんではないのかなというところですね。 まあ、いろんなステーブルコインが出てきた関係で、USDT の値段が、ね、結構動いたりということがありました、でおそらく USDT だったりとか、いくつかのステーブルコインが出てきているというのは、これはビットコインの値段に対しては非常に強気な材料になるということになると思ってます、自分はね。えなぜならば、そのステーブルコインというのがいくつか出ることによって、それぞれが、まあ、あのたたき合いしますよね、たたき合いをするということで、あっち行ったり、こっち行ったりとい,い,いうことになった場合に、まあ、ステーブルコインだってのビットコインの値段がガチャガチャャ動くとでそう動くと。まあ、見た目ののビットコインの値段が 動くのでそうすると実体のビットコインにも影響を与えるっていうようなことででボラティリティが上がると人は戻ってくるんでねで人が戻ってくると値は上がるというふうになるのでまあステーブルコインが各種入ってきてるっていうのはこれは非常にポジティブまあ値段が上がるっていうことに関してもしくはボラティリティが上昇するっていうことに関していくとポジティブっていうことはまつまりポジティブなことなのかなと、えー、自分の方は思って でではいいますすととうことですね、まあ、ただこれはいろんな考え方があっていいと思います。はい、あの別に、ステーブルコインも結局のところ、要はビットコインだったりとかが出てくる思想とは反対側ですよね。 はい、ビットコインというのはその、例えば中央集権であったりとか、銀行であったりとか、そういったものが一切なくても、その価値の移転ができるっていうことで、えー、生まれてきたあ、そこに価値があるっていうふうに生まれてきたところが、あ一方で、まあ、例えばあのステーブルコインっていうのは、一般的にはカウンターパーティーリスクがまだありますよね、ステーブルコインが例えば、まあ、1000ドル発行しているステーブルコインの後ろに1000ドルっていう、US ドルの積み立てがあると、まあってもいいんですけれども、じゃあ、それどこに預けておくんだっていう話でね。 それをじゃあ銀行に預けているのであれば、そのじゃあ銀行がこけた時にはどうするんだっていうカウンターパーティーリスクが残ると。ビットコインはそういったカウンターパーティーリスクがないえ世界をおまあ目指すというか、そういったのが必要だと感じている人たちに支持をされてここまで大きくなるて、最初はね、そういった人たちに支持をされて、どんどん大きくなってきたっていうのがあるので、いわゆる成り立ちの思想は全然違うんですけれども、とはいえ、ブリッジの役割というかね、既存のお金からの入ってくる 入ってきやすくするという意味では、まあ、過渡的に役割としては大きな役割を持つのかなというふうなところがあるので、まあ、これはポジティブなのかなというふうに思っています。 はい。ということでね。まあ今あ、ビットコインのことを話す人もほとんどいなくなりましたし、例えば、あそうですよねあの。ビットコインに関しての,あのニュースが出ても値動きっていうのも消えているということで、自分はそれはポジティブだというふうに思っています。もちろん反対の意見もあっていいと思いますし、えー、このまま値段の方はズルズル落ちてゼロになるという意見も当然あるでしょう。で、それは全然別に自分は否定しません。あの、要は、どれだけの人が指示をするかっていうことで値段が決まるんでね、自分の意見は一つ、そういった意見は一つということでね、全然いいと思いますんで。 と、はい、いうことなので、えーまあ、そんな感じかなというところでございました。はい、ということで、えーまあ、大体ビットコインのイメージ的なところは話したので、あのこのクリプト通信の方で今回やろうと思っているのは、まあ、いわゆるシナリオですよね。はい、シナリオおですね、はい。で、レンジのそれぞれの価格帯であるとか、あとはですね、まあ、アルトコインで結構ね、ちょっとあのまあ面白い。 い,いことにななるかもしれないですよね来月のカレンダーを見ていると、まあ、何かいつもやらかすタイミングと何かいっつもやらかすイベントがです、ね、あのガチャこしているので、えー、何かひょっとしたらそのタイミングで何か来るかもしれないなという,ようなところがありますただこれは本当に推測ベースなんでね、はい、あ,のあくまでも1つの仮説ですけれどもそういったのがありますというところですね。 はい。で、あとはですね、一件お知らせになります。えー、今度登壇をすることになりましてですね、日経 CNBC というところが、フューチャーブマネー、えー、マネーの未来を探るということで、まあな、なんと、ジハンウーさんも来て話すというですね、あの、なんとも大型のイベントで、まあ、出演者見てびっくりしてるんですけれども、あの、ここの中で、えー、小さい、 方のね、会場で少し、ここですね、投資家本音トークということで、えー、自分の方を、あとビーコミさんあ、あとモデレーター、岡村さんということでですね、まあ、投資家本音トークというところで、ちょっとね、出させていただくということになりました。まあ、このタイミングでね、マーケットがどうなってるかっていうのは全然わかんないんですけれども、まあ、どんな話になるかっていうのもわかんないんですけれども、あの、自分のセッションは置いといてですね、あの、非常にこれは素晴らしい人たちが来てる、 まあなんとも、なんとも、これは豪華なイベントですよ、これ、本当に。びっくりしました。販運は来てるわ、デビッド・ショームっていう E キャッシュを作った人が来てるわ、ちょっと普通だったら会えない、会えないですよね、会えない人ですし、いわゆるスター的な人ですね、ゴールドなんかでもスタンダードバンクの池水さんがいらっしゃったりとか、ゴールドのカリスマみたいな方ですよね。 であったりとか、あまあ、まあ、すごいです。あのー、なかなか自分も、これは、他の方たちのトークをですね、すごい楽しみにしていってるところがあるので、はい、これはね、あの、税務の方、法律の一流の方、皆さん出られているので、はい、これは来られたら絶対そうはないかと思います。はい。えー、ということで、これはですね、ご案内でした。 はい。ということで、えー、こちらのクリプト通信、今から本編を作るんですけれども、もうはっきり言って今ですね、値段のことやっても、 もうやるることでで決まってるんですよでちょっと趣向を変えてふだん自分で別の,あのビットコイン向けのコースで国境のない富を作るっていうコースを作ってるんですけどそこ向けにちょっと、ね、追加で、えー、講義を作ろうかなと思ってたんですけれども今日ちょっとそれを、えー、こちらのクリプト通信に当ててです、ね、出そうかなというふうに思いますあのよくです、ね、問い合わせを先日受講生の大庭さんという方とライブ配信をしましてその方があまりにも見事な論を ショートレーションというか、ですねあまりにも見事な投資の戦術というのをですね披露してくださったために、ですねエクセル使え、私でも使えますかみたいな問い合わせがむちゃくちゃ多いんですよ。で、エクセルっていうのは、要は表計算のソフトウェアなんですけれども、例えば Mac しか持ってない、有料版のソフト持ってないという方、非常に多いんですけれども、全然大丈夫です。マイクロソフトのページに行くと、無料でこれ使えますんで、エクセルオンラインっていうのがあって、これ普通のエクセルと、ちょっと機能は違いますけれども、ほぼ、 同じ機能が使えます。はい。なので、ちょっと本編ではですね、まあ、コインマーケットキャップのデータありますよね。はい。で、この誰でも入手できるビットコインのデータを使って、で、これ使うとですね、別にこれビットコインだけじゃないんですけれども、要は、 あのデートレイでもですね、まあターゲットの決め方ですよね。例えば短期でやってる方であれば、デイでやってる人、スイングでやってる方であれば、ウィークのターゲットであったりとかっていうのを、まあやっぱり決める必要がありますよね。で、あんまりでかいターゲットをやりすぎてもですね、空振りになっちゃうし、あまり近いターゲットやりすぎてもですね、全然儲けにならないみたいな話になっちゃったりするんで、じゃあどういうふうにやったら適切なそのターゲットっていうのを決めるのか、ことができるのかっていうところですよね。 はい、っていうのは、このデータがあればできちゃうんですよ、うん。このデータがあれば簡単にできます。で、これはですね、あの、Excel の無料のソフトで十分できるので、で、別に仮想通貨だけじゃなくて、ドル円でもそうですし、コモディティでもそうですし、やることは大して変わらないんですよ。やることはほとんど一緒です。なので、まあ、機械的に、じゃあそのマーケットの利益をね、えー、確定するために、どのぐらいの値幅っていうのを狙って、 考えていくっていうのが妥当なのかっていうのをちょっと今回趣向を変えてまああのマーケットの分析に関してはちょっと時間をねきゅっと短くしておいてそういう将来的ずっと使えるようなやり方っていうのをまあ試しに入れてみてもいいのかなということでえはい今回はねそれを使ってやってみるということをしたいと思いますはいあのまあ本当に簡単で例えば別に あのなんでですか、移動平均線作ったところでしょうがないんですけれども、ただ、この Excel を使うと、例えば直近のですねそうですよね20日間分ぐらいだったりとかのデータのですね移動平均線っていうのをまあすぐ求めることができたりであるとか、あとはあのこれ、全部オートフィルしてやったりすると、そのデータっていうのが全部一発で出るんですよね。 で、えー、じゃあ、当日の、要はクローズの値段っていうのが、例えば移動平均線からどれぐらい離れているのであったりとかですね、例えばそういったのも一つですし、いろいろあの使うことができます。あのなので まあこれ、純粋なテクニカルなんですけれども、まあテクニカルと言っても、要はその、ボラティリティを使ってね、じゃあ自分が狙うマーケットがどれぐらいであればいいんだろうかっていうようなところをね、ちょっと、これを使って続きの講義でですね、はい、やっていこうかなというふうに思います。はい。ですのでね、ご興味のある方はこちらクリプト通信の方を今出してますけれども、はい、こちらの方をぜひですね、コースの方お待ちしておりますということでございました。 はい。ということで、本日はですね、ビットコイン。あ、うち黒い子いなくなっちゃいましたね。はい。はい。本日のビットコインはまあ動いてないんですけれどもですね。はい。まあまあ、比較的ポジティブな状況にはあるかなというようなところをですね。はい。やってみました。はい。ありがとうございます。